Chio Kratos. Thank you.
旅の終わりには程遠いパンドラ。終わる頃には感謝する気にもならんだろう。私は見た目ほど子供じゃないわ、クレイトス。今までも恐ろしいことを見てきた。何も怖くないも、先に何が待ってるか知ってるわ。ゼウスはお父様を拷問したの。私のせいであんな酷い目に。助けたかったけど、私怖かったの。ヘファエストスは親の義務を果たした。 子供を守る義務だ。違う。私がいけないの。恐怖で助けられなかったわ。恐怖は闇と同じものなのよ。闇の中で私は神々の声が聞こえた。私を怪物と呼んでたわ。言葉など何の意味もない。多分。でも神の言葉に恐怖を感じた。ハイカブリの戦士に対する恐れも、あなたを恐れてた。 神々の恐れが募るほど、私は希望に満ちていったわ。希望は弱者が持つものだ。希望があるから強くなれる。だからここにいるのよ。全てを失っても希望があれば戦える。 これが希望の結果だ、子供よ。ここでよく学ぶがよい。 Come on.
Thank you.